お疲れ様スラッです。今日ですねこちらゴブスパレイジやっていきます。ということで、今日はねエリババプリンス型っていうだいぶカチカチな、はい、2体を連れてやっていこうと思いますね。もともとはねやっぱダークプリとか、まあ、ミニペッカとかねちょっとコスト抑えめみたいなところあるんですけども、もう6665っていう、まあ、この4枚だけ見ると重いんですけども、まあそこはこのね1コス2コスでカバーしてちょっとデッキの安定感も上げつつね、はい、やっていきます。火力増し増しですね。さあプリンスとエリババが、まあ、正直役割かぶっとるけんどっちかいらんやんって話なんですけども、まあやっぱ2枚いるのがねアーツになりますから、まああとこうプリンスとエリババってスケルトン部隊とか、あなんかゴブリンとか陸系厄介だと思うんですけど、前のも全部レイジザップヒースピマザニクトをね添えるだけでいいんで、言ったら添えて突破しようぜって話。あー遅延つけらっすね。マジで何このアイスイズ、ヤンキーすぎね。間違えたとかないだろ間違えちゃったっつってトルネでキング起動されそう。おキングされないのでかい。さあいやだいぶ贅沢なザップレイジしたかもしれないんですけど、うちにはね守護神川島よりも守護神なマザニクちゃいます。はい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 、マザニクマザニクマザニク。いやここのケツスパめっちゃ強そうだな。カシマイベビードラスケラだ、ベビードラスケラとか来たら、まあ、ゴブジャイでゴブジャイで、うん、ベビードラか。まあフェニックスよりはベビードラで助かったかなと思いながら、の背中でね樽がねいい感じに来そう。うーん勝ったジェンスケラー勝った。頑張っていただいて、まあ、レイジもねザップもあるんで、まあなんとかねプリンス出す。いやもったいないっすね。わあ遅延スケラか。もうこれだけで負けるっすね、陰キャされていやでもそのビビドラは甘えてないかい。おぬし やばい、アイスイズだ。これこっちを処理してこっちも処理できるんで、ソウルコール忘れてるよ。熱い熱い熱いプリンス、そのレイジザップのね2回打てるのがちょっといい。よし、えめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってるやん。これさ、まあ、右か左かだいぶ悩むとこですけどいやもう、まあ、一旦ね逆に片方組んでもなんか綺麗に守られちゃうんで、よしよし、もうこの辺霊術して、まあ一応なんかザップ打ったけどみたいな。いやでもプリンスが、いやプリンスめっちゃ頑張ってる、プリンスめっちゃ頑張ってる。よしよし、いやこれね端前スケラーいきますよ。気付けないとスケキンスケラー止めちゃうもんね。よしよし、いやいいよこの両サイズ目ね、ケツプリンスからのこれよ。いやこんなんも絶対こっちでええやんよしでレイジでそこだけ突破したい。おっお願い、なんかいい感じにスパギー、おい危ねえ、アイスイズに向きそうでしたねっていうのが、まあ、プリンスの強みですよね。ミニペックだったらね、あの墓石であいつ墓石に弱すぎるんだね。さあレイジザップの良さも出てた。さあもう無理やりね勝ち込んでいきます、よろしく。あでなんかセール来てたんで、これは新しい新人くんです。かわいいアウトロースタンプを手に入れました。あマジアチャオールブレイカーっすね、やりこぶ
ピン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 。さあオールブレイカー警戒、言っちゃってもいいんじゃないヤンキーかな。いやマジでオールブレイカーだとちょっといいぞ。まあ、マジアチャが嫌なんですけど、まあ無視もあったけど、まあ持ってもよさそうでした。だからマジアチャオルベガってスパーキーの受けむずいイメージがあるんです。コン、あ一発受けてね、えらい許容が、いやー強っただただ強かったな。はい、このまま無視でいいですね。左サイド向けてるんで、いやこれプリンスエリババ大暴走できる。オールブレイカー来たら無視ですね。オールブレイカーだけにプリンスを出すとかもあり、いやこういうのもちょっとありだよ。あートルネでめっちゃ綺麗にキンキートされそう、されるっすね。内側寄せて、まあそしたらこの後スパーキーゴブジャイ、あとエリバー一発殴ったのでかいな。まあまあ元気は仕方ない。この後ね、この後に頑張ろう。レイジザップで守ってもいいんですけど、絶対ねこれ無視した方がね、この後幸せになれる気がする。さあ全てがね、いやーでもいい受けされてる。いやでもえめちゃいやプリンスエリババ強すぎてめっちゃ頑張ってる一応ね。でこれもう、まあ、逆サイエリババか逆サイプリンスかみたいなのがありますけど、なんかこの辺のレイジザップで削っていく。え、レイジザップのこのやりゴムで、あ、マジでスロック消える。ブダが、ブー。さあ、ザップ圏内です。チョコン。はい。もう多分めちゃめちゃ相性がいいですね。この、はい、アウトロスタンプだけ押してます。ないとやりゴムとかしかいないんで、マジ、プリンスエリバは、いかついね。マシマシの陸がちょっと強いね。いい味ですね。やっぱ、小物かな？スパーキーきついのはね。スケブとかダゼセンとかだと思うんだけど、まあ、そういうのもね、無理やり突破すればいいんでね。レイジザップで。って考えると、もしかしておかわりしちゃった？もっかいですね。もっかい。しかもこれマジアチャ咲いてくれてるんで、結構美味しい流れにはなりそう。近畿か、うん、いやこれはね素晴らしい近畿なんですけど、アドと流れはいいんですよね。だこのあとプリンスをね同サイに出すか逆サイドに出すか、プリンスを出すかどうかみたいなところが難しくなってくる。いやー綺麗に守られるね。ソウルベが来たら一応打っとくか。はい、まあ同じっすね、やること。俺どこにプリンス出す、どこにリババ出すぐらいかな。まあでもやっぱマジアチャボムの範囲で行かれるんで、あんま片サイドにね固めても意味がないですよね、こういうのは。はい、まあ、基本許容でいきたい。無視、無視という名の許容で組んで、逆サイエリババ逆サイプリンスでもいいけどね。
やー、このエリババ強い。よいしょまあ俺がすることはやっぱあんま変わんないっすよ。あー、そのオールブレイカーで逆釣れんのやばいね。ドラを上手。まあ、もう一回耐えますか。耐えてここでね。いや、そっち、え、そっち行ったの天才か、もしかして。あるぞ、なんか警戒して。今ザップでもしとくか。うわぁ、その距離打つのやばすぎる。絶対に今の距離打つのマジでやばすぎる。レイジザップのダメージっていくらなんだ。回れ。うおいいや、地味に削れる。200ね。レイジザップ、レイジザップ。オッケー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 。いや、マジでチョールブリカちょっと多いからね。でもこの辺にスパンキーがね、相性いいっすね。レイジスパーキーがね、やっぱ事故るっすよね。いや、大型の顔してる。なんかもう名前がね、大型なんですよねいや、偏見じゃなくて記憶。いやー、マジ高回転やん、ふざけんな全然違うやん。いやー、ギャングディガー珍しすぎるな。鬼枯渇パターンあります。いや、マジで回復しろ。あっちー、あー、あ、めっちゃ高回転迫撃ディガー5かもしんない。嘘つきましたえ、ちょっと待って、いや、合ってるわ。ラバだ、ラバ、ラバ。ラバガゴガゴの人だ、絶対。絶対そうだ。うわ、ガゴガゴラバだ。どうしようかな。いや、迫撃かよ。ちょっと待って。うん。変人になる、ただの。あ、強それ。いや、このね、小物いっぱいっすね。まあ、ほんとスパーキーの弱点、さっきも言いましたけど。まあ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 、耐えて、ガゴム、ガゴはヒースピザップで飛ぶんですけど、ヤリゴブギャングなのがね、これまた嫌です。飛ばないのかい。これね、ヤリギャング、なんかちっこいね。濃い、だいぶスケキンガゴムリいないかもね。もう一枚いるか。うー、さあこれね、一つ戦い方があって、うーん、スパーキーがいらないかな。まあプリンスどっちかいらないんですけど、なんかあの高回転で回すんですよ。ゴブジャイ、まあ大きいの1枚、今だとスパーキー、レイジヒースピザップで回すみたいなのがイメージですけどね。無限にこの低コストで回したい。まあザップ使うかな、やめて。いやー、なんで。いや、ハイバールのマジでマジやばい。しかも防衛、これ、あ、ルート強制できそう、これ。できるけども、みたいな。
やマジで通らんなこれ。エリーババさせるんかな、やりごぶギャング。ちょっとチャンス、うん、吐きそう。いや無理です。なんか特殊な迫撃でしたね、やりごむギャングガゴコバ。まあ陸受け、まあ小物の本当こういうのが一番きついかなって感じかな。さあスケキンはねちょっと限界がありそうでしたね。この人はクロスか、俺の記憶だとクロス違いました。さあディガー、ディガーだともしかしてがすごい変わるんですけども、あれ匂いますねこれは。だいぶ匂います。さあもうケツスパしてやりごぶこんにちは。これマジアチかなんかユニットにリガーか、ケツスパしても形組んでワンパンしたい。一つ悩むのがね、これプリンスを、プリンス出すかな、これ出せないか。ヒースピレージぐらいでね、多分1倍タイムねそんな攻めれないんですよね。マザニク出して、まあこれぐらいが限界なんで、いやここでこれを延命しての、むくなむくな、こっち、いやマザネクグ、いやからのこう。いや来た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 、こういうことね。あー回収早いですよ、なんかやっぱスパーキーはね、やっぱなかなか通りそうで通らないけどみたいな。このプリンスエリババがね地味にいい役をしてるんですよね。おい、マジマジアッチャーオールブレイカーにしか勝てん。いやなんかコカツとか、あとはねフェニックスエレスピロイとか、しかもなんかファイボーが最近多かったりするんで、マジ何に勝つんやって。雨の音がすげえ、もしかしたらなんか動画ポタポタ言ってるかもしんない。さあオール、え、いや珍しい珍しい、ボンバーポイズンってあんま見ないっすよね。あいつやば、絶対スナイプして失敗してる人やん。スケラスナイプしてぐらいしか思いつかないけど、スケ、いやそれ殴ったらさあ、マイティマジで強いよな、どう考えても。スキル2コストにすればいいのに。さあ今回クロスでポイなのやばいな、だいぶ理解に苦しむ。しかもボンバーマイティ逮捕なんで、マジであの陸しか考えてないですね。まあたまにいるっていうか、クロスってまあ基本そうなんで、まあ大砲でも何でも守られる。背中で削ってほしいな。近畿か、え、ミストリアン。ミストリアンだいぶ、いやでかくねこのダメージ。だからレイジザップでいけそうじゃね、まだ早いかな。これねロケワンちゃん入ってる、入ってないかな、ポイだけかな。あ、どこ行った、クロス。
あーボーポイね。いや美味しいな、このこれもレイジ削りっすよ。え右ちょっと待って、なんでイリババとスパーキーでマスクの右、うっ、あやばい、これどう考えてもやばい気がするけども、いいですね。あぶねえ。いやこの後苦しい。飛べ。いやーこれ相手の、あーうん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 、相手の球骨をねエリババで守れるのマジでありがてえ。あーそっちさっきからそっちばっかやいやまあまあこれがこの敵に詰めてか、相手やばいな、ポイズンゴブゴヤアンチなんかな、だいぶ謎でしたけどね。いやまあスパーギーだったらもう諦めてくれる相手もなんか多いっすね気持ちの方が折れちゃう、タワーより先に。さあウッドね、アイゴレ珍しいな、26か、めちゃめちゃ 2.6 億。おお、ここでほぼ来ないんだな。やめろよ。怖いな。さあ、この、大砲が HP 減ってきてるのが熱い。この辺になんかレイジすれば。なんかそんな気したんだけどな。惜しかったな。ウッドが綺麗に来そう。よっ、そっちかい、はい計算通りで、ここで攻めちゃう、アホなんで、アホなんで攻めて、いやでも結構いいダメージになると、いやーザップ打つか悩んだな今の。よし1900。いやでもこっからね守るのむずいんで、これもあれっすね。やっぱ、この、3000を守りたい。俺は、なんかさっきみたいな、あーなんか気づいたら入ったわ、ラッキーがありそうなんで、主に守る。いや、攻めてもよかったか、これ。これで、熱くね？あー。いやーいい防衛されんな、煽られてる、仕留めなきゃな。まあこっからっすよね、通すのがむずいの。ファイボでね、ファイボ2周回すんですよねこの人たち。なんで、まあ、逆サイとか綺麗に行きたいっすよ。受け方がお上手。いやでも少しずつこうね、アドだったり流れがね変わってくるんですよね。いやさっきも打って今回も打って大丈夫あんたっていう。入れでかい。ここをしばきたいな。はい、これえ、ミスってる、速度出して、うわーいいホグ、うっ435、遠いな遠いな、真ん中ホグみたいなの来そう。この大砲をね、早く壊すのがね、多分大事。お、お、お、
で、ここで冷静な男はこうで、冷静な男はスケ読めないさあ、リアカーチーズ8人気だよ。なんか守っとけば勝つぞ。どこに呪文打つかめっちゃむずいんだけど。はい、ファイブ打ちすぎだよあなた。絶対に内心ビクビクしてましたけどね。ファイブで削られてもう一発でも入ったら終わりや言うて。さあ、なんとか逃げ切る。さあ、スパーキーだぞ。もう相手がね、諦めていくのが早いんだよな。メンタルの方が折ってる。さあ、星3。まあ一旦ね、リガーは相変わらずね強いですからね。雪玉。ああ、もうバルーンですね。みかんバルーンか。みかんさんのやつはリガー入ってないか。そうこれコウモリ。全回復いや、もうこれを求めてるだけですよ、スパキーって。本当にこれするだけやん。いや、まあそうなんです。本当にこれで守られたら仕方ないし、勝ったらまあそういうことだしっていういや、もうそういうもんなんですよ、正直ね。クラロあってね、これでまあデリハンターとか。ああ、でもめっちゃいい防衛されそう。いやー、次はい、これがスパーキーでした。